口腔外科の講義で感染性心内膜炎について話があって、感染性心内膜炎予防でアモキシシン8カプセル、まあ、2グラムですかね、うん、内服をする方法が示されてたんですけれど、まあ、それでですね、ヘイシックをカバーできるのですかと聞いたら、はっきりしない感じの回答でしたということで、まあ、ヘイシック一応ここに書きましたけど、ヘモフィルスとかアグレガチファクターとか、まあ、こういうのをまとめてヘイシックって呼んでるってことなんですけれど、うん、これ何かご意見ありますか？これはね、ちょっとさっき調べてたんですけど、基本的に、アンピシリンが感受性であれば効くんじゃないかっていうものと、もともとベータラクタマーゼを出すやつが多いので、アンピシリンはあんまり良くないよっていう、まあ、結構二分はしてますね。で、この、どれがベータラクタマーゼ出すんですか、ね、一応ね、全部出すっぽいですよ。出すことがある。グラム陰性換気なんで、はい。うんうん、で、なので、ベータラクタマーゼの酸性性を見なさいっていうふうに全部書いてますね。だから、このアモキシリン8カプセルで内服示される、まあ、カバーできないっていうのは、おそらくそういうことが含まれてて、2003年の頃の、あのハシックの IE のやつを見たら、アンピシリンに、感受性やったらアンピシリンにゲンタマーシン足せって書いてあるんですね、やっぱりね。IE。予防ですか、治療、まあ、あ、ごめんなさい、治療の方ですね。治療ですね。予防に関しては多分あれですよね。予防なんで感受性までしないから、うん、そこがあかんっていうことなんですかね、多分。だからそれを考えたら、まあ、セフィムでなんか治療しなさいって書いてあるところが、うん、ポストありまして。まあ、だから予防なんで、ね、もともと予防っていうのは、まあ、すべての細菌をカバーするようなことは現実的ではないので、はい。まあ、100% 予防というか、ある程度それで8割、9割予防できたら、まあ、そこから漏れて、それでも、心内膜炎になる分に関してはやむを得ないというところもあるのかなと思うんですけれど。なんか予防と治療とちょっと、聞き間違えたんですかね、この人はね。いや、これだから多分予防なんじゃ、予防で、予防か、はい、アモキシシリン8カプセルでヘイシックいけるんですかって聞いたら、まあ多分その講義をしている先生が、うんうんうん、まあ僕と一緒ですけど、この辺の菌が本当にアンプシリン感受性なのかどうかわからなかったってことじゃないかなと思いますけど。まあなんかこういう議論はいっぱいありますからね。うちの中の、ペニシリン効かない菌っていうのはね。そうですね。だから、まあ、答えとしては、100% カバーできるわけじゃなくて、ベータラクタマーゼ酸性するやつとかもいるけれど、まあ、現実予防として、じゃあこれ全部カバーするような抗菌薬使うのかって言ったら現実的ではないという。なるほど。ことなんですかね。はい。ちなみにこれ学生さんですか？でしょうね、多分。あ、でしょうねっていうか、はい、見たらわかるかもしれませんけど、そうなんだ。いやー、これ、学生からこんな質問、すごい感動ですよね。しかもね、感染症じゃなくて、多分、高校外科の先生。感動ですよね、もう。すごいな、こいつ、とかって思いながら僕聞きますけどね、こういう。いや、こうあってほしいです。はいはい、なんかコメントで医学生ですってコメントをいただきました。いやもう医学生でここまでちょっと質問していただくとね、うん、未来明るいですよね。あとですね、口腔内連鎖球菌には第1、第2世代セフィムブレイクポイントの設定がありませんけど、貧血症などの際にセファゾリンとかスフメタゾール治療に使えますかっていう話なんですけど。なるほど。まあ、ブレイクポイントないのは、ペニシリンで全部、判断するかですね。ペニシリンのブレイクポイントで。これ多分むしろあれですよね。ペニシリンより第一、第二世代セフィムの方が MIC 高かったりすることが多いですよね、多分。うん、そうですね。セファロスポリンって、やっぱ連鎖球菌もそうですけど、セファロスポリンの方がやっぱり MIC 高いですね。陽性菌に関しては。うん。なので、まあ、試験管内で考えると、まあ、ペニシリンのブレイクポイントを見てるだけでよ、こと足りるので、まあ、それが耐性やったら、セフェムはあんま良くないよとかっていうふうに言ってるんですよね、多分ね。なんかまあ肺炎球菌もそうですけど、やっぱり日本の連鎖球菌って、ね、変異してる PBP の種類が、はい、なんかセフェム系の作用する PBP の変異の方がむしろ多いんですよね、多分。そうですね、そうですね。なので多分あれですよね、セフメタゾールって非常にグラム陽性菌苦手にしてる抗菌薬なので。う
イフメタゾールで肺炎、球菌の肺炎治そうと思って頑張ったけど、全然治らへんかったとか、昔見ましたけど。まあ、なので、一応これはまあ使わないということで。はい、そうですね。はい。あとですね、ちょっと長いんですけど、まあ、生来健康な40代女性が抜歯をしてですね、抜歯の後に、セファクロールを250ミリ3錠分3日間処方されました。で、術後感染予防抗菌薬適正使用の実践ガイドライン2016では、心内膜炎とか SSI のリスク因子のない抜歯では予防抗菌薬の投与が推奨されていないですと。で、まあ、もとも、そもそもですね、手術期に使うんだったら術前に使うべきだっていうので、まあ、さっきアモキシシリン8カプセルっていうのがあったんですけど、まあ、医師への抗菌薬適正使用の知識共有について、歯科医師に対してですね、適正使用を推進するためには何かいい方法ありますかっていうご質問かなと思います。なんか医療安全の話とか入ってきそうですね、これね。まあ、まあ、昔はやっぱり抜歯の後に抗生物質渡されて、これ後飲んどいてっていうのは結構あったし、今でも多分それなりにあるんだろうなと思うんですけどね。ねえ、まあ、抜歯後はいいになってる人ってやっぱ見るじゃないですか。はい。ねえ、やっぱりあれを見てるとどうなのかね。あと、抜歯後の、いわゆる装部の感染ですよね。抜歯した後の局所の感染とかあるかなと思うんですけれど。まあ、どっちにしても、抜歯の後に抗菌薬投与しても、まあ、どっちにしてもそれは適切でないよっていう、まあ、局所の感染を予防したかったとしても、抜歯前に投与しなさいっていう話なんだと思うんですけれど。まあ、抜歯前からですよね。なんかこの辺って結構意見が割れたり、歯科手術の後の口腔外科の手術の後の SSI の予防抗菌薬のなんかガイドラインとか昔見ましたけど、結構独特ですよね、これね。そうですね。ただ、はい、多分昔はそうだったけど、やっぱり今は術前投与で、まあ、術後何日間投与するのか、だからそれはだけだってね、心内膜炎の予防をしたいのか、局所の予防をしたいのかっていうので、はい、まあ、やや話が変わってくるのかなとは思うんですけれど。まあ、術前に使用するっていうのはね、抗菌薬適正使用の考え方から言うと、どうなのかな。まあ、確かに減らしてから抜歯するっていう考えですよね。そうですね。だから、まあ、それは一般的な話かなと思うんですけど、一応、奈良ではですね、歯科医師さんの歯科医師会みたいなのがあって、で、歯科医師会とかでやっぱり、歯科医師さんが中心にそういう活動をされたりとかしているので、まあ、やっぱり、なんか、その主義をされている方々自身がそういうことをされるっていうのは、別に口腔外科領域に限らず、誰かから言われてやるんじゃなくて、自分たちでその進んでやるっていう取り組みが大事なのかなと思うんですけど、ね。まあそうですよね。まあ漫然とこれ書いてあるからやるとかじゃなしに、いろいろ、まあなんか根拠があってやるんやったら全然問題ない。はい。なので、まあ私からのコメントとしてはですね、まあ、その領域の人たちが自らやるような環境づくりをしていくのがいいんじゃないかなとは思っています。はい。はい。まあ、いくつかなんかパグメド見てたら、この、これなんかあれですよね。だから、抜歯後の、合併症を減らすための抗菌薬のコクランみたいなのが2021年にあったりとかして、そうですね。まあでもなんか、あんまりバシッと書いてるっていう感じではなかったですかね。まあ、この辺に結合が、出て、長かったですけれど。まあ、もちろん、何やったかな、どっかに、19人の健康な人を、予防抗菌薬で治療すると、1人の、まあ、多分局所の感染をですね、防げるっていうこと、まあ、NNT みたいな考え方だと思うんですけど、だから、まあ、それなりにそういうデータってあるんだなと思って、見てました。でなんか学生かなんかにセフェグ飲ませて、口のマイクロバイオーム調べたんですかね、これね。
これはね、実際に国難なんで、まあ、そういうトライアルですね、臨床研究をいくつか集めてみたら。すごいな。だからまあまあ 20人ぐらいに投与して1人予防できるんだったらまあまあかなっていう気もしましたけれど、そういう研究ってあるんだなと、あれ今回質問で。学生相手やったらですかね、これ老人相手にするとどうなんですかね。いや、だからこれはね、ヘルシーペーシェントで、結局免疫不全の人とか、そういう基礎疾患のある人とかのデータはないよねっていう、そういう話で、まあまあ、ヘルシーだけですね。一般的な外来通院の方ですね。はい。はい、まあ、よかったら、また調べていただいて。面白そうですね。はい。